こまで深刻じゃ。ちょっと傷が開いた。佐藤は静かにしてて。気持ちだって考え、みんな一緒に寝るとかそもそもおかしい。その佐藤を黙らせなかったか。うるさいな。この状況、男の本能、聞いてくれ。姫が一番なんだ。佐藤、愛してくれるだけでいい。こだわらんからな。果たせるなら何でも、どんなことでもしよう。構いませんから、いくらでも待ちます。どうしよう。くすん、お前は宿命にもてあそばれる。いうわけで流されろ。グラナート。何をためらうことがある。誰。全てをつかみ取ればいいの。いやー、そう言っても同時ってわけにはいかないし。困っちゃうんだ。いや違うんだ姫、俺はお前が一番。あ、夢か。ダメだろ。姫、出かけよう。え、いろいろ見て回りたいと思ってたんだから騒がしいな。彼が戻るまで成田遊びに行くのがよかろう。楽しそうですね。と二人だけで行きたいんだけど。置いていか